った。もうべしゃべしゃのべしゃばしゃよ。外公演お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと眠たくなってきましたね。はい、そういうことね。今日はね、この企画でね、今 NMB はナングラっていう企画をしているんですけれども、それをね、今日は皆さんと一緒にやらせてもらおうかなと思います。ショートカットも見慣れてきた。本当？今日はね、リンゴちゃんヘアをしました。はい、興奮する物件って、あ、土ダメ、土曜はダメよ、見てくださってありがとうございます。さすがさすが。このね、今回はね、ナングラ絵日記を作ろうっていうなんかね、懐かしの絵日記とかなかったけどな、ちっちゃい時もやろうと思います。何の絵日記書こうかな、まあ、今日のこととか書いてもいいんですけど、何書こうかな。なんかでもせっかくなららしさをね、出したいですね。おー、はい、とあれにしようかな、なんか、日経平均株価の絵日記きしょ、今日は7月30日土曜日、うん、土曜日か、金曜日の土曜日はね、あのお休みなので、土日はだから昨日とかにしようかな。今日は朝9時からちょっとあんま昨日の株価に詳しくないけど、今日は朝9時から株価が上がって、あ、でもなんか円安がなんか7円ぐらい円が高くなって円安がちょっと緩和されたみたいな、この間見てた気がするけど、そんな絵日記にしてみようかな。はい、ちょっと何も書けないわ、今持ってないから、後でね書いて、あ、ちょっとでもそれは書きたいけど今書けないからな、なんか違うのにしよう。円高になったよね、ちょっと違うのにしよう。何にしようかな。なんかシンプルに今日のこととかになってるな。なんかありますかね。昨日の終値27,801円。お、上がってきたね。ちょっとなんかあるかな。絵日記でしょ。書いたことないな。じゃあ逆にというか、私目線じゃなくてファンの方目線で書いてみようかな。今日は劇場公演を見に行った、阿部若菜ちゃんがとても可愛かったみたいな、なんか微妙やな。小説のこととか、小説のことね、あんま書くことないわただ机に向かってるだけやから。確かにな、そういうのもね。小説のねことはね、でも絵日記じゃないんですけど、角川さんのサイトでブログで詳細に書いてるので、ぜひぜひそれも読んでください。そう、結構ねめっちゃ細かく今こんな感じですみたいな書いてるので、ぜひ読んでみてください。やばい、でもなんか眠たくて何にも頭が湧いてこへんな。未来日記ね、みんなひらがなで書いてるなら私は漢字で書きたい。うわ、名前ひらがなで書いちゃった、うん、全部漢字で書こう。じゃあ今日のことを、よし、天の尺やねん私。7月30日土曜日、あ、中途半端やわ私、こういうとこ。7月30も漢字で書けばよかった。漢文は書けないんですけど、あの全然今
公演あり、反転してるけど、まあこんな感じですね。今日公演あり、漢文みたいな、んかなんか漢文っぽいあれが思い浮かんだらぜひフォローします、ありがとうございます。あ、反転してないんや、大変汗出たなり、大変汗噴出にしよう。わあ、よかった、噴かけた、合ってるか分からんけど、噴出なり、噴出ね。あ、出た出た。なんやろ、公演話トーク、これめっちゃむずいな、これ聞くの。汗出て、MC があったことと踊り楽しい、飼育員黒企業大変疲労、わあそれもらい、ありがとうございます。今日の MC でね、チームMはあれみたいっていう話もありましたので、この公演見てる人にしか分かんないですけど、ぜひ DMM でね、500円で見れますので。うわ、ほんまに中国語の人ある。おお、中国語ね、大学で習ってたんですけど、もう何もわかんない。ウォーシ、我がウォーなことしか思えてない。ウォーシーファン。忘れたわ。マジで忘れた。全然中国語じゃない。日本語をなんか中国語っぽく書いてるだけです。プロ企業。疲労大にしよう。昼公演と夜公演の間はどんな風に過ごしているんですか？今日はね、でもメイク一回落としてちょっとご、なんか疲れたなと思って、ちょっと10分15分ぐらいお昼寝して、10分ぐらいでご飯食べて着替えてメイクしたらもう公演の時間でしたね。今日の赤ちゃんバブル、そう、今日前髪切ってちょっと短くなっちゃって、前髪短くなった。プロ企業ない。しかしってなんて言ったらいいんやろ、バーって疲労ない、しかしってなんか漢字でなんて書いたらいいんかな、でもみたいな。中国語の読み聞きむずいよな。しかし全然頭が、あ、あんまりかまい、一回絵描こう。あ、う、ごめんなさい、映ります、そこ開けたら、すいませんめっちゃ覗いて、マネージャーさんが覗いてました。しかしイナ、あ、イナね、イナもらい、ありがとうございます。イナ我幸せ、我幸福、ゆえ幸福、私は幸せなので頑張った、頑張ったってなんて言ったらいいんやろ、
子系って難しいな。やばい、なんか変なとこでつまずいてるわ。イソシムね、いいね。あーすごい、絵心が小学生のみや。中国語じゃなくて日本語で中国語っぽく書こうっていうあれなんですよね。なんで半分も行ってない。まだ半分も行ってない。M か。我が集団。変人。推し。いつも毎日今ねここまで行きました。今日公演あり大変汗噴出なり、飼育員黒企業疲労大否我幸せ幸福ゆえ、喜ぶ我集団変人推し。我常識人なりにしよう。我唯一常識人なり。唯一常識人なり、みんな愛ふかし。うわ、筆頭歯科人超絶難儀書けばいいか。毎日ってなんか日本語感多いな。まあいいや。毎日我楽しい。全然この読む気にならんね。チーム変人集団にしよう。毎日あれ楽しい。今後永遠変人集団。チーム M は英語にしたら変人集団なります。英語じゃない、間違えた、日本語に訳すと
変人集団願う願う永遠この夏たくさん遊びたいなりできた、はあ、7月30日水曜日今日公演あり大変汗噴出なり飼育員黒企業披露大皆我幸福ゆえ喜ぶ我集団変人王我唯一常識人なり皆愛深し毎日我楽し変人集団願う永遠今夏たくさん遊びたいなり怖なんかバリ呪いの文章みたいになった。あと絵心が壊滅的やの。まあいいんですけどね。イエイ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 ボーボーボー。今色塗りしてます。できた。できました。あとはこれをね、ツイッターにアップして終わりです。一緒に考えてくださった皆さんありがとうございました。公演もね、チーム M の公演も見てくださったりした方、それもありがとうございました。はい、絵はこうなりました。似てるね。似てる。はい、そんなわけでアングラも考えたし今日は満足しました。ありがとうございます。公園いつか行きたい。来てほしいね。めっちゃ待ってる。そう、絵をね、絵をね、できあんま我満足なり我帰宅即睡眠望む。はい、そんなわけで皆さんありがとうございました。伝わらなくても皆さんに伝わしたら満足です。はい、ちょっとね早かったんですけど配信見てくださってありがとうございます。今日初めて公園行きました。楽しかった。やった。またねこの夏休み皆さんもねぜひお盆休みとかゆっくりできる時間があれば劇場公園にも遊びに来てください。夏はね東京も行くので8月7日6日7日かな7日8日か東京にも行きますしいろんなイベントとかでもお会いしましょう。それではまたね。バイバーイ。おやすみなさい。